塞がれていた転結を解放した。もう動けるはずだがの。あ、これを食え。チャクラを回復する丸薬だ。おい、さまさま、港がお前さんに施した封印にはマーキングが仕込んであるらしい。そのマーキングがあればどんなに離れていようとも瞬時に駆けつけられるという術だ。まだまだだの。くそー、サクラ。私の一撃でも致命傷は与えられなかったみたい。百体の軍物、この百体の芸術を相手に戦うか、震えてそこにうずくまるか、お前に選ばせてやるよ。ところでみんなはどうした？あ、カカシ先生たち班長クラスは捕まっちまったんだ。そんで俺とネジはここに閉じ込められた。うん、それで？ネジは仮面をかぶった敵についていっちまった。口寄せの修行を覚えておるか？はあ、俺っては昨日谷底に落っこして死にそうになってさ、でその時大釜を口寄せできたんだってばよ。ではここでもう一回やってみせろ。よっしゃ、口寄せの術。もっとこっちに人数がいれば。みんな、空物なのか？ああ、ざっと100体はいる。サスケ、どうするつもりだった？4代目に救出作戦を行ってもらうためにも一刻も早く里へ報告した方がいい。さらわれたアスマたちが助かる確率は時間とともに低くなっていると考えるべきだ。木の葉に戻っている時間はないということだな。ましてや、あのクグツたちと戦えばさらに時間は消費される。盾は自主トレをサボっておったな。いやいやいや、ちゃんとしてたってばよ。それに父ちゃんから別の修行もつけてもらったんだ。アイスでも食べて少し休憩しないか？え、うん。きっと父ちゃんとの修行のおかげで大釜を口寄せすることができたんだ。うん、一回だけだったんだけど。で、その時初めてキュービと会ったんだ。木の葉の下人たちを一箇所に集めることはできたが、雲行きが怪しいぜ。あのクグツの境界線を破ろうとすれば、それは奴らが掟に縛られ、あいつらがこの葉隠れの里の忍びという一つの集団と化したとき、どちらを選ぶか。うん、ならばやってみるか。え、わしが八卦封印を弱めてやる。そうすればキュービのチャクラが解放される。だがその力をコントロールできなければキュービに意識を乗っ取られることになる。いいな、八卦封印の力を弱めた時に何が起こるか正直わしにもわからん。ああ、なあ、あっという間に尾が3本。ナルト、そこでチャクラを抑えろ。ああ、くっ、バケギツネ、俺に力を貸しやがれ。気持ちを強く持て。自分の意志で急にチャクラをコントロールするんだ。4本目まで。まだナルトに急にチャクラのコントロールは無理だったか。封印の鍵を閉じるしかあるまいの。
三次神髪の術。わしの夢ではエロいだけのお主もいずれ立派な忍びになる。エロいだけってそういうことはしっかり覚えてんだから。で、忍び社会の未来は大きく変わる。良き方向に導けば良き世界に変わり、あしお主はその予言の子を良き方向に導く水先案内人の役割をなさねばならない。破滅をもたらすのは風船だろ。第一段階は回転、第二段階は威力。そこまではできたってば。あのさ、俺にもできるようになるのかな。ああ、君ならきっとね。ナルト、戻ってきたか。その怪我どうしたんだってばよ。心配するな。逆口寄せの術。逃げられちまったってばよ。すごいナルト、あれだけのクグツを一人で倒しちまうなんて